はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、大型トラックのサスペンションについて、その方式と、構造を簡単に解説させていただきたいと思っております。こちらがですね、普段仕事で乗っている大型トレーラーのトラクターの部分のエアサスペンションなんですけれども、今ですね、ほとんど最大積載量満載の状態で薬品を積んで走っています。こうやって見ていただければお分かりいただけると思うんですけれども、かなりしなやかに衝撃を吸収していることが分かると思います。このエアサスペンションというのはトラックのサスペンションの構造の一つなんですが、こちらに見えるなんかこの風船状のね、エアバッグっていうんですけれども、このエアバッグの中に空気、高圧の空気を詰め込むことによってバネの代わりをする、いわゆる空気バネと呼ばれるタイプのサスペンションなんですね。身近なところで言いますと、例えば路線バスとか観光バスなんかによく装着されているタイプのサスペンションですね。バスに関しては前後とも全てエアサスペンション式になっているんですが、大型トレーラーの場合、トラクターの主にリアタイヤの部分、こちらがエアサスペンション方式になっております。それではこのエアサスペンションの構造について少し見ていきましょう。こちらが大型トレーラーのエアサスペンションの縮図になります。こちらに見える白い筒のようなものが、先ほどの動画の中でなんかボヨンボヨン跳ねていたエアバッグと呼ばれる風船になるわけですね。この中に高圧の空気が詰まっています。それではこのエアバッグの中身について解説していきたいと思います。こちらが先ほどのラバー製のエアバッグを輪切りにした状態の図なんですけれども、中に白いタケノコ状のパーツ、バンプラバーと呼ばれているんですが、これがあることによっていわゆるサスペンションの底付きをするのを防いでいるというような形状になっているわけですね。実際はこの中に高圧の空気を溜めることによって空気バネとして作用するような形になっております。ちなみにこの外側を包んでいるラバーのパーツなんですが、こちらですね、実はブリヂストンが製造しています。タイヤメーカーのブリヂストンが実はサスペンションの、このエアバッグまで作っていると。さすがゴムに関する専門企業だけあるなと思います。実際例えばですけど、私が所有しているメルセデスの CLS クラスとか S クラスなんかも同じように空気バネですね、エアサスペンションが装備されているんですけれども、乗用車用のものっていうのは非常に壊れやすくてですね、このラバーに亀裂が入ってしまって空気が抜けることによってコンプレッサーが回りっぱなしになってしまうんですね。でそのコンプレッサーが絶えず空気を注入しようと頑張るわけで、そこに負担がかかって、コンプレッサーの破損というような形で結構高い修理費用がかかるんですが、大型トラックの場合はほとんどこのエアサスペンションに関するトラブルっていうものは少ないです。100万キロぐらい走っている大型トラックでもこのエアバッグが裂けたりっていうようなトラブルはまず聞いたことがないですね。それぐらいとても耐久性が高くて非常に強い強度を持ったエアサスペンションと言えるんじゃないかと思います。この辺に関してはぜひ乗用車でもですね反映してほしいところですね。メルセデスのエアサスは本当に弱いので、あのエアバッグさえこうやってブリヂストンとかいいメーカーが作ってくれれば、もうちょっとトラブル少なく走ることができるんじゃないかななんて思うんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。今回も短い動画だったんですが、最後までご視聴いただいてありがとうございました。スマホで見ている方が多いっていうようなことを伺ってますので、短編としてね、こうやってちょいちょい一個一個の動画を数多く上げるようなことができれば、もうちょっと見やすいような媒体になるんじゃないかなと思って、ちょっと工夫しながら最近ですね、動画の編集の方をさせていただいております。今回はエアサスペンションに関する、秘密の機能というかね、実際どういう風な構造になっているのかっていうようなことについて詳しく解説をさせていただきました。大型トラックのエアサスペンションっていうのはこれだけ耐久性が高くて、基本的な構造がですね、簡素かつ強靭な構造になっているというようなことが言えるんじゃないかなと思っております。今後もですね、トラックに関するこういった隠れた機能や性能についてちょっとね、マニアックな視点から詳しく解説をしながら動画として公開させていただきたいと思っておりますので、今後の動画に関してもぜひご期待いただければなと思っております。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。明日も一日安全運転で皆さん元気にお過ごしください。
それではおやすみなさい。